さて、明治12年の今日、水上警察署が創設されてますね。これが最初の頃の水上警察のおまわりさん。粋なセーラースタイルですが、でも警備用の船はギーコラギーコラ、ロー操る和船、こんなんでパトロールしていたんですね。やがて大正時代になるとモーターボートが登場。ダダーッと勇ましく、まあこれで海や川のパトロールにも機動力が出てきたというわけです。そして遭難救助用の汽船もできて、これなら多少の台風でもまずは OK。 遭難したり悪いことする者はいないかと見張り所もできて、連絡にはツートトンツー無線電子、だんだん良くなっていきましたね。さて現在の水上警察、モーターボートに乗ってかっこいいと思うでしょうがね、これでなかなか苦労は多いんです。冬は身を切られるような冷たさの中でパトロール、夏はカンカン照り、臭い川や海の上でのパトロール、大変ですよね。水上治安維持のために活躍するおまわりさん、大いに頑張ってください。